ようございます。上福の上陸地の佐賀市の市長であります秀島でございます。この度は第4回中韓日上福文化研究国際協議会の開催、誠におめでとうございます。開催にあたり一言ご挨拶を申し上げます。佐賀市では古くから上福の伝承が連綿と受け継がれてきました。上福の上陸地である諸富町部場、上福が船旅で汚れた体を洗ったといわれるお手洗いの井戸、上福が上陸の証に植えた樹齢2200年の薬神の木、また上福がとどまったとされる金龍町には上福を祀った金龍神社があり、現在でも50年に一度上福の開催が行われています。そして上福は佐賀で恋もしたようであります。おたすというとても可愛らしい女性と恋に落ちますが、不老不死の薬を探すため上福が旅に出たため、上福とおたつの恋は悲恋に終わったと言われています。このように佐賀市ではさまざまな上福にまつわるお話が伝説として数多く伝えられてきました。しかし1982年の中国の江蘇省連雲公市において行われました地名調査で、多方面にわたる調査の結果、上福の生まれた故郷である上福村が発見されて以来、東アジアで上福ブームが巻き起こりました。佐賀市でも1989年に佐賀市政100周年事業として上福を探るという国際シンポジウムを開催し、日本、中国、韓国から多くの人々が来場され、大成功を収めました。その際、上福シンポジウムの中で上福は日本に稲作文化をもたらし、日本の弥生時代の登場に大きな役割を果たしたとのこれまでの伝説を覆す研究成果の発表も行われ、非常に大きな反響を呼びました。その後、東アジアを中心に上福研究は日増しに熱を帯びています。現在、考古学、文献実証学、形質人類学、海洋学などさまざまな分野で上福研究が進められています。もはや上福は伝説から歴史上の史実として完全に認知されるようになりました。今後も佐賀市においても全国で最大の上福の展示館、上福長寿館を通して上福の啓蒙と研究、情報発信を行ってまいりたいと思います。上福はこれからますます古代の日本、中国、韓国の人々の往来のキーワードになり、私たちを古代の壮大なロマンとして魅了してくれることと思います。さらに日本、中国、韓国の上福を通した国際交流も大変盛んになってまいりました。国境を越えたドラマや映画制作の構想や世界遺産の登録の話も具体性を帯びてまいりました。今回の上福文化研究協議会では、最新の上福研究の成果のご報告や活発な議論が行われるとともに、交流も盛んに行われると思います。2200年前、上福が中国、韓国、日本の最初の友好の架け橋になったように、
今後も上空を通した中韓日の友好な輪がますます広がることを期待して私のご挨拶とさせていただきます。本日はご苦労様でございます。